グルスグルスクロウツルは、ツルモクツルかツル族に分類される鳥類。学名のグルスは、ラテン語で、ツルという意味である。ヨーロッパ北部のスカンジナビア半島から、シベリア東部のコリマ川周辺に至る、ユーラシア大陸で繁殖し、ヨーロッパ南部、アフリカ大陸北東部、インド北部、中国などで越冬する。日本には、毎冬少数が、鹿児島県の泉ツルトライチにトライするが、 その他の地区では稀である。過去、鹿児島県の他には、北海道、茨城県、静岡県、山口県、徳島県、沖縄県本島、及び埼玉県、兵庫県、鳥取県、島根県、新潟県佐渡、香川県、福岡県、長崎県、熊本県、それに、奄美大島での記録がある。 全長110から125センチメートル。翼海長180から200センチメートル。翼長55から63センチメートル。足裏長21から29.5センチメートル。U5.1 から6.1キログラム。メス4.5から5.9キログラム。ナベズルよりやや大きい。死誘動植。成長の頭頂は赤く倉湿し,し。 まばらに黒く細い毛状の羽毛が生える。後頭から目先、喉から、頸部前面の羽衣は黒く、頭部の目の後方から、頸部側面にかけては白い。胴体の羽衣は淡々い褐色、または、開黒色。和名は、全体的に黒っぽいことに由来するが、亜種においては、ヨーロッパ黒鶴の方が黒鶴より濃い色をしている。三列切りは長く棒状であり、 静止時には、お歯が三列風切りで覆われる。初列風切りや、自列風切りは黒く、三列風切りは、灰色で先端が黒い。飛翔時には、黒い風切り歯と単色のウ腹との差は、マナズルや、カナダズル、アネハズルと同様に明瞭である。交際は赤、または、橙色から黄色。くちばしは、単光色、または、黄褐色。足は黒または、 黒褐色。幼鳥は全体として淡い褐色で、頭頂の赤色がなく、頭部と頸部の白色と黒色も不明瞭である。湿原、故障、河川、草原、農耕地などに生息する。植生は雑食で、植物の茎、目、昆虫、爬虫類、鳥類の卵やヒナ、土壌やザリガニなどを食べる。湿原の地面、または浅瀬に草や茎を摘んだ。 直径約1メートルの巣を私有で作り、2個の卵を産む。卵は肺褐色の地に褐色の斑点があり、大きさは約96センチメートル。私有交代で放卵し、放卵期間は28から31日。幼鳥はおよそ10周で飛翔できる。日本では繁殖しないが、自然状態で鍋ズルと交雑することもあり、そのようにして生まれた。 交雑個体は通称、ナベクロズルと呼ばれている。ナベクロズルのオスとナベズルのメスとのつがいが幼鳥と共に鹿児島県の出水平野に近年と来している。以前はイギリスも含めたヨーロッパ全域で繁殖していたが、開発による生息地の破壊などにより、エルベ川異イの西ヨーロッパの繁殖地は壊滅している。情報不足。ありがとうございます。